はい、皆さんこんにちは、スイコ川太郎のガムテです。はい、こちらね、編み上がりました。オパールのキャッツ&ドッグスの靴下、ね、結構綺麗に編み上がりました。まだね、水通しできてないんですけれどもね、つい先ほど編み上がりました。サックブロッカーに通しております。こちらお手製のね、ソックブロッカーです。こんな感じの綺麗な柄ですね。この辺のね、濃いところの薄いポチポチが可愛いですね。で、これは一足完成、終わりました。で、次今日はこちらを編んでいこうと思います。オパールのホリデイズです。ホリデイズの糸の名前がアングラパラダイスっていう風に書かれてますね。アングラ、釣り人のパラダイスみたいな感じですかね。はい、もうこの写真のね、こういう色大好きですね。はい、では今日はこちらを使って編んでいこうと思います。それではですね、今日はこれを、2つの玉に分けながらおしゃべりしていこうかなと思います。はい、ですね、この間ね、ちょっと前に S 君、小学校の時のね、同級生の S 君がうちへ訪ねてきたんですけどね、まあそこからね、なんか小学校の時の思い出が次々と思い出されて、とてもね、嫌な感じなんですね。あんまりいい思い出はなくって、なんかね、思い出すんですよね。ちょっとね、今日はね、その中の一つの思い出を喋ってみようかなと思います。結局ボコッと出てきちゃいました。ではもどきながら雑談していこうと思います。はい、先日私小学校5年生の時のね、お話ししたと思います。インフルエンザで1週間ほどお休みしている間にね、学校で女子たちがね、こっくりさんに似たような遊びをしまして、私がしんどくって寝込んでいるのにね、一人電話かけてきた子がいるというようなお話をしました。はい、でね、その前後の話なんですけどね、私すごくね、しんどい思いしてたんです。体がしんどいじゃなくて精神的にしんどい思いしてたんですね。っていうのも、いわゆる学校で孤立してたんです。っていうのもね、一つには私に大きな原因があるんだと思うんですよね。私、皆さんもご存知のようにね、虫が好きですよね。女子ってね、そういう虫が好きな子とかね、ちょっと気持ち悪いとかギャーとか言って避けたりするような傾向がありますよね。なので私もね、まあ、ご多分に漏れずちょっとね、気持ち悪い子認定されてたんですよね。まあ、その当時私の仲良かった友達がね、女子ってグループになりますよね。で、私も 4,5 人のグループになってたんですけれど、実は私を残して他の子たち全員がね、次々と転校していきました。で、一人になっちゃったんです。グループの中で残ったの私一人になっちゃったんですよね。で、今更他のグループに入るっていうこともなかなかできなくって、で、まあね、日々学校で孤立するというような状況に陥ってしまいました。でね、結局ちょっと鬱状態みたいになっちゃったんですよね。で、そんな風にね、学校で孤立してるもんだから行きたくないなっていう気持ちがすごく強くあったんですけれどもね、行ってもね、ちょっと嫌がらせをされたりとか、女子同士でね、こそこそ話をして、私の方をちらっと見ながらこそこそ話をして、で、クスクスっと笑い合うとかね、そういう感じですごく嫌な感じだったんですよ。で、そういう状況なのでね、あんまり学校行きたくないなと思ってたんですけれど、そういう行きたくないっていう気持ちね、当時、30年40年前ですか、その頃ってなかなか言えなかったですよね。学校へ行きたくないっていうことを言うこと自体がもう悪いことみたいに思われてる時期でした。今でこそね、不登校っていう選択肢もあるんですけれど、当時はそんなことできなかったです。熱もないのに学校へ行かないって、もうそれだけでね、悪いことしてるみたいに言われてね、なので学校で辛い状況にあるんだっていうことも言い出せずに我慢して登校してました。で、そしたらね、学校では普通に振る舞ってるんですけれど、やっぱり辛いんですよね。で、帰ってきたらちょっとうつ状態みたいになって、一点をじっと見つめてぼーっとしてるっていうことが多くなってきました。で、そしたらね、親には私何も言わなかったんですけれど、
言うと心配かけてしまうと思ってね、一言も何も言わなかったんですけど、やっぱりそういう様子って親は気づくんでしょうかね。春休み、5年生から6年生になる時の春休みに旅行に行こうっていう風に言っていただきました。でね、車で家族5人乗って、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さん、私っていうね、この5人が車に乗り込んでね、四国を一周しようっていうような旅行プランをお父さんが出してきたんですね。でね、特に泊まるところも決めず、行き当たりばったりな感じで、国民休暇村とかそういうところを利用しながらね、安いお宿とかそういうところを利用しながら回ろうということで来ました。で、香川でこんぴらさん行ったりとかね、道後温泉に行ったりとかね、こんぴらうどん食べたこととか覚えてます。旅行の後半ぐらいまではうまいことトントンとね、泊まるところが見つかってちゃんと宿泊できたんですけれど、その日はね、どこの旅館もなんかいっぱいだいっぱいだということで泊まれなかったんですね。で、その日桂浜を見て、坂本龍馬の銅像があるところですね、そこを見て、でその後ね、サバチ料理っていうのを食べに料理屋さんに入って、でお長鳥のところね、お長鳥センター、長踊りセンターっていうのかな、そういうところに行って、で旅館探して回ってたんですけれどもね、ちょっとそこのエピソード話しましょうかね。そう、サバチ料理食べにお料理屋さんに入ったんですね。でそしたら私たちテーブル席の方に通されました。で奥の方のお座敷席の方がなんかね、予約席になってたんですよね。予約っていうようなプレートが立ってました。でね、こう、テーブル席が真ん中の方に2席か3席かこうあって、周りにこう、なんていうのかな、鍵字型っていうか、くの字型に奥と横のところとにこう お座敷席があったんですね。でその奥のところ、一番広いところね、予約席になってたんですよね。で私たちが注文をして、でもうそろそろ料理運ばれてくるぞっていうぐらいの時期になったら、ゾロゾロと黒いスーツ着た人たちがね、一団が入ってきました。皆さんね、大きな体格されてるんですよね。でちょっとね、怖い雰囲気を漂わせていらっしゃるんですよいわゆる地元のね、親分さん方だったんですよね。そしたらね、ゾロゾロと入ってこられるので、ちょっと両親もね、おじいちゃんおばあちゃんもね、ちょっと顔色が変わっておやっていう感じになったんですよね。でね、もうでもね、出られないんですよ。お料理が運ばれてくる寸前だから、どうしようどうしようっていうような感じになってるんですよね。だけどその様子を子供に、私にね、悟らせまいと両親は必死に平静を装ってるんですよね。そしたらその黒いスーツの一団の中から一人ね、ちょっと若い年頃の人がこっちへ来られて、ちょっとお騒がせしておりますと、ゆっくりね、食事楽しんで帰ってくださいねっていう風にわざわざ挨拶しに来られたんですよね。で、そしたらもう父がね、恐縮してね、すごい立ち上がって、親分さん方のところへ行って頭下げて、すいませんって、よろしくお願いしますみたいな感じで挨拶してきて、で戻ってきたんですよ。そしたらね、親分さん方の、年いってる方のね、何人かがね、こっちへ来てお酒どうですかっていうように勧めてくださるんですよね。だけど父は車で来てますので大丈夫ですっていう風にもう誇示してで早々にね、食事を終えて帰ったわけなんですけどね、もうなんかあんまり食べた記憶がないんですよね。サワチ料理っていう大きな絵皿のところにね、お料理がいっぱい盛られて運ばれてきたっていうところまでは記憶に残ってるんですけど、その後全く食べた記憶がないんですよ。確かに食べてたと思うんですけど、何がどんな味だったとか、どんな変わったものを食べたっていうような記憶がすっぱり欠落しております。そんな感じでサバチ料理のところを出て、その後、長踊りセンターっていうんですか、お長踊りを見に行きまして、で、何箇所か旅館回ったんですけどね、どこも今日はいっぱいで泊まれる部屋がないですっていう風に断られてしまったんですよね。でさあどうするどうするっていうことで、もう泊まるところね、だんだん時間も遅くなってくるし、早く決めないと
困ったぞっていうことで、まあ、旅館の人にもちょっとね協力してもらったりして、あの泊まれるところないかどうか探してもらったんですよね。そしたらちょっと山奥の方なんですけれども、海とか見えないらしいんですけどね、あの一軒ここだったらきっと空いてるだろうっていうところを紹介してもらいまして、そちらの方行くことになりました。で行ってみたらやっぱりね、一部屋空いてたんです。でそこを泊めていただきました。そんな新しい旅館ではないんですね。歴史のありそうな感じの旅館なんです。で掃除が行き届いてないとかそんなことなくって、綺麗なお部屋だったんですけど、確かねちょっと狭いお部屋でした。で畳とかも新品じゃないです、結構古いような年季の入ったような感じだったんですね。でそこへ入ってからちょっとね母が、この部屋どうだろうなみたいなことを言うんですよちょっとなんか陰気な感じがして嫌やっていうようなことをねぶつくさ言うんですね。まあいつものことやと思ってたんですけどね、もう時間遅かったので温泉入って、でその後お布団敷いてもらって寝ましょうっていうことになったんです。温泉入ってきた後、出てきた後ね、自分のカバン床の間の違い棚の下にみんなのカバンを置いてたんですけど、その中から自分のカバンを取ってきて、ちょっと中に荷物を入れたり出したりしようかなと思って、そこへ行って違い棚のところに膝ついて座ったんですよね。でカバンゴソゴソしてました。そしたらその途端に、違い棚の上からドーンと私の上にテレビが落ちてきました。でね、一瞬意識がパンって飛んで、気がついたら私ね畳に顔つけるような感じで倒れ込んでね、一瞬意識失ってたんですよね。で母が一生懸命私の名前呼んでました。でなんかおばあちゃんとかもオロオロしてますし、でお父さん、あの中井さんとかおかみさんとか呼んできてくれてね、で頭の上にテレビが落ちてきたので、ちょっとね頭あのタンコブみたいになっちゃってたんですよね、後ろ頭だけど、まあ私の石頭のおかげで、父譲りの石頭のおかげでね、あの大層なことにはならなかったんですけどね、おかみさんがもう申し訳ありません申し訳ありませんっていうことでね、すごい恐縮されてました。でね、中井さんがテレビの割れてしまったブラウン管のねガラスとかを片付けながらね、そんな落ちるような置き方はしてなかったはずなんですけどねとかって言い訳するんですよね。そしたらおかみさんが、いや現にこうやって落ちてきてるんやからって言って、すごくねその中井さんを怒ってはったのを覚えてます。で結局なんで落ちてきたのかわからないんですよね。特に私何かに触ったとかいうこともないですし、そんな落ちてくるようなグラグラしたような置き方とかしてなかったですしね、なんでかわかんないんですけれど、違い棚の上に置かれてたテレビがねポンと落ちてきたんですよね。でおかみさんはね、こんなね落ちてくるような上の段にテレビを置く方が間違ってるって言って、中井さんにすごくね怒ってはったの覚えてます。だけどなんていうのかなちょっと踏んだり蹴ったりなところありますよね。学校で嫌なことがあってそれを癒すための旅行でね、上からテレビ降ってくるなんてね、ちょっとね何だそれって思うような出来事なんですけれども、でも結局ねそれがなんかカツ入れてもらったみたいな感じになって、ちょっと私そこからねうつ状態から抜けたんですよね。なんかプチッとこうスイッチ入ったのかもしれないですよね。でまあ6年生1年間結局どこのグループにも属さず、一人ぼっちは変わりなかったんですけれど、まあ、とにかくなんとか1年過ごせました。でまあ無事にちゃんと卒業して中学生になれたんですけどね、学校大嫌いでした勉強そのものはね結構できてたんですけどね、なんかやっぱり学校のその他の生徒と馴染めないっていうのがねありましたね。今の子たちはね不登校っていう選択肢もあるわけじゃないですか。どっちがいいんでしょうかね。無理やりでもそうやって学校に行かないといけないっていうね、とにかくこう我慢して我慢して学校に行くっていうね、そういう状況と、それから、まあ、不登校であったとしても学校へ行かなくても勉強したいんだったらしたい勉強ができるっていうね、まあ、そういう受け皿があるっていう今の時代とね、それはもう今の時代良くなったんじゃないかなって思います。だけど不
不登校の子どもさん抱えていらっしゃるご両親ってね、やっぱりそれは大変な思いされてるんじゃないかなと思います。でも今後ね、それがまあ普通のことだっていう風にねなっていくような社会になったらいいなと思います。自分でね、学び方のスタイルっていうのが選べる時代になっていったらいいんじゃないかなって思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。次回これね、たまに巻いた状態から靴下を編み始めていきます。ではまた明日。